ー、ミスマリちゃん、コーナーやってみようのコーナー始まるよ。やったー。はい、ね、それでは早速ですが大竹さん、なんだこちらの布をめくってください。俺は今日体操するつもりじゃないんだ。体操っぽい、体操っぽい、かっこいい。パン、はい、コネクト4対決。この番組の作家田中さんが、今年タイに行った時に、うん、タイのビーチで流行っていたのでどうかという話になりまして、うん、今回決定しました。ほう、こちら大竹さんが得意と噂どおり、あれでしょ、はい、上から落としてて4つ、はい、そうです、縦を行う、はいはい、まずルールを説明します。そんなもん子供の頃からもうずっとやってたもん。俺そういうゲームで負けたことねえんだ。俺があの線を引くやつも得意だもん、ね、ものすごい強いですよ。ああ、全てのゲームに強いから。そんな大竹さんが最強と豪語するコネクト4。ルールは簡単、コインを交互に入れていき、同じ色を縦横斜めいずれか4つ並べた方が勝ちという日本では四目並べと呼ばれるゲーム。先に2勝したチームの勝利だよ。まず1回戦はミムラ vs 水木の勝負。まず先攻後攻を決めるじゃんけんをしてください。はい、ここ大事だから。大事なんじゃないの？はい、大事ですよ、これ。1手目が大事ですよ、1手目。最初じゃんけん、ぽい。じゃあどちらにしますか？先攻で。先攻で。先攻有利ですよ、これ。ルールね、はい、このゲームは、はい。それでは、ゲームスタート。スタート、はい、受け身になるなよ、皆さん。受け身ってどういうことだ？ルール分かってるよね。うん？縦横斜め。並ばしちゃいけないんでしょ？うわ、上乗っけた。4つ並べればいいんです、自分の。じゃダメなんですよ、あの、こっちで行っちゃう。そうですよ、皆さん分かるね。そうそう、あ、そんなにバカじゃなかった、ミオ。当たり前、もう3連発されたら終わりだから。そう、もうさっきね。そういうの、そういうの。あ、いい、ミオさん、そこいいよ。いい手、いい手打った、今。いいのかな。いい手打った、今。いいよね。なんでこんな高くそびえ立たせたんだろうな。意味がわかんねえな、なんでこんな高くしたんだろうな。あっすあっちあっちあります。よし、三村さん、いけるぞ。ん、いけるぞ、三村さん。あ、いいね、いいね、形作ったね。いけるってなんだ。うん、うん、うん、いいね、皆さん、うん、皆さんいいですか。なんかポンポンやるの。考えてる、ちゃんと考えてますよ。なんかポンポンやりやがって。ポンポンやろうが。考えてますもん。ポンポンやりやがって。小柳さんと水木ちゃんだったらね。水木ちゃんも。マジで、はい、そうですよ。はい、アンジェルも勝ったでしょうね。はい、時間ですよ。はい、分かんない。はい、時間ですよ、もう。はい、時間ですか。7、分かんない、分かんない。なんか別に大した意味のないのを置いたのかな、今。意味があるのかな、意味がないのかな、意味があるのかな、意味がないのかな、意味がない、意味がない。引き分けちゃうんじゃない、これ。いや、勝てる、勝てる、勝てる。え、頑張って。わかんねえ。うまい。え、俺と同じとこに入れた、今、俺が。指示は出してませんから、まだ。この後、両者一歩も譲らない大接戦。現在、水木が2箇所にリーチ、三村さんは3箇所にリーチで、やや三村さん優勢に見えるが、しかしここから怒涛の展開が。あ、三村負けだ。なんで負けちゃうんだよ、なんで負けちゃうんだよ、俺。負けないよ、負けないよ。いや、三村負けちゃった。ただ単に入れてったら三村負けだよね。頑張る、ね、え、なんで、なんでみんな分かるんですか。やってみ、やってみ、やってみ。すごい。うん、ただ単に入れないもん。そう、そうして、あ、そうして、そうして。なんで、ただ単に入れたらもう皆さん負けちゃうからね、これ。大竹さん、一回黙ってもらっていい。
バイヤーいらない、そういう、いやいや俺に有利なんじゃなくて、うん、水木に有利になりそう。なるほど、ね、お腹ギュル、お腹ギュルってなっちゃったけど、ね、ピンチなのかお腹ギュルってなっちゃったけど、何はって、はって何、え決めたんじゃねえかな、俺。え誰が決めました、誰が決めました、言うな、言うな、言うな、勝った、うちが勝った、うちが勝った、いや、まだわかんない、え、なんで、なんで、なんでまだわかんない、もう早くアホみたいな、早くアホみたいな入れちゃえよ、どっか、早くアホみたいな入れちゃえよ、うちが勝ったよ、いや、うちが勝ったのって、いいんだよ、いいんだよ、うちが勝ちました、感覚でやれよ、感覚で、お前たちバカだな、いけないんですよ、うち負けちゃいけないんですよ、感覚でやれよ、早く、三村さん、赤だっけ、赤ですよ、え、うちが勝ちましたよね、いやいや、うちが勝った、え、わかんない、え、全然わかんない、あ、ダメ、私わかんない、ほら、見てみ、どっちかに入れなきゃいけないのよ、水木は、あ、え、両サイドしか、そういうことか、両サイドしか空いてないんだから、どっちかに入れないと、うわぁ、いやだ、左から2番目を交代交代に入れてったとしよう、水木、三村、水木、三村でやると一番右には水木が入れなきゃいけないから、困るよ、2番目が三村になるでしょ、なんか分かんなくなってきた、もう頭、どっちに入れても負けるんですよね、もう、はい、ダメだ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 、いやいや、もう勝負ついてんだって、ダメだ、分かんないですよ、勝負ついてんだよ、ここで一旦状況を整理、現在コインを落とせる場所は2箇所、実は左にコインを落とせば水木が斜めで勝利だったが、このリーチに全く気づかず、右に入れた場合は次の一手で三村さんの勝利、果たして水木はどちらにコインを落とすのか、うわー入れたくないよ、なんであっちに可能性を、え、なんで三村さん、やめて、やめてください、もうバカじゃねえな、あいつ、ね、そういうヒントさえ三村さん、よく見てよ、そのヒントがなければ勝ったかもしれない、よく見てみ、よく見てみ、三村さん、いや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 、こいつバカなんだもん、カモーイ、カモーイ、勝った、ということで1回戦は三村さんが勝利、2回戦はコネクト4で負けたことがないという大竹 vs 歩美の勝負、それでは先攻後攻決めるじゃんけんをしてください、はい、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、これでゴムみたいなもんならいいんじゃない、いや、いろいろガヤでうるさいこと言っちゃってましたけど見えてなかった見えてなかった、いやだからうっかりミスだけやめてもって、うん、黄色だけ見て、でもこれ負けても大丈夫だね、まだ、うん、なんだそれもう大谷さん、ハム名人みたいになっちゃう、なんなんだその技は、参りましたって言っちゃうかも、ここ入れて大丈夫だな、これはもう怖い、参りましたなんでその技お前なんだ、すげえ技なんじゃないか、これ全方位されてるかもしれない、いいよいいよ、怖い怖い怖い、なんだ、え、いいよ、何も考えてないんだよね、すげえ怖いけど何なんだよ、え、俺負けちゃうのか、え、怖い、超怖い、お前攻めてきてんじゃん、お前防戦一方、防戦一方だよお前。いいよいいよ。お前分かってるな。いや私本当分かんないんですよ。これ遠くから見た方が分かるって言いますよ。なんか俺負けちゃうんじゃない？これ大丈夫？なんかすげえ声で。なんかすげえ声、大丈夫か声で、ね。なんでそんなとこ入れたんだ。え？なんでそんなとこ入れたんだ。なんで？大竹さん強くないかもしれない、うん、やばいね今負けの穴が多いよね、うっそマジかよ、え、ちょっと待って、着手俺もう早打ちの大竹ちゃんだもん自分を信じて、自分を一旦
もうやれるとこはねえじゃねえか俺お前今度は。あんまり先読まなくて大丈夫だよ。そう？あ、先読んでるか知らねえけど。すげえこの空間何これ。こんな黙る何こんな将棋みたいなことあるわやべえなどうなんのこれ負けちゃうんじゃない危ない危ない負けちゃうとこじゃんじゃあ今負けちゃうとこじゃ負けちゃうとこじゃったじゃんゲーム中盤予想に反して歩みが優勢俺そういうゲームで負けたことねえんだ俺そういうゲームで負けたことねえんだと言っていた大竹さんがピンチ初心者の歩み大金星なるか To be continued